のんびり船に乗るだけだと思ったら、最後に落下するものだから驚いたよ。本当だ。これは少し恥ずかしいな。そろそろお昼か。何か食べたいものはある？それは気になるな。じゃあそこのお店に行ってみようか。楽しい時間はあっという間に過ぎていくからね。次は何に乗ろう。閉園まではまだ時間があるしね。謝る必要なんかないよ。どのアトラクションも楽しかったし。それなら。遊園地といえばこれは欠かせないんだろ。俺がやりたいことか。これがしたかった。もう一度いいか。